はい、どうもビバです。5月9日から記録してた水草の種育成状況なんですが、5月9日からだーっといって5月28日、ちょっと15から28飛んでますけど、28の様子をお伝えします。もさもさですね。現在こんな感じに育っています。5月9日から28日なので約3週間、いいんじゃないですかわかんないけど、たまに霧吹きなんかでシュシュと水分を補給している状態。まだ注水はしていない状態です。ただですね、ちょっと怪しい部分がありまして、正面から見てたら気づかなかったんですけど、横側、ここがね、ちょっと水分湿気で見えないんだけど、若干なんかね、白いポヤポヤついてきてるんですよ。こことか分かりやすいかな。これこれ、謎のね、白いポヤが、これは何、カビっぽいよね。これをまあなんか取るのもあれだから、そろそろ注水しようかなと思っています。現在はこんな感じ、ほとんどね水分が溜まって、一番低いところはちょっとね水没してる感じですね。根は十分張ってると思うので水入れちゃいますか。注水やっていきましょう。この水槽には後々お魚を入れるので、飼育水を入れたいと思います。で、入れる飼育水はこちらの小型微魚水槽、こちらの水槽から飼育水をいくらか拝借していきます。スネイルちゃんがちょっとかわいそうなことに救出。お、よしよし、では注水していきます。おお、いい感じじゃない？なんかこのままここでやめてもいいんじゃないかっていう気もしますけど、追加。おー、綺麗ですね。
綺麗綺麗。せっかくなのでエビさんも何駅かお引っ越し。カモン。逃げられた。タクソか。はい。いや、ちょ難しいな。来い。はい。ん、ママさんエビ。もう一匹くらい。ではこちらの5匹の南沼エビを新規開拓パイオニアとして入れたいと思います。ママさんエビが1匹いるんですけど、卵がほとんど抱えてない感じですね。ではいってらっしゃい。あ、これ岩にぶっかったらかわいそうだね。入った。はい、さあどうでしょうね、この未開の地。暴れてる。大丈夫、落ち着きがない。はい、これでまたしばらく様子を見たいと思います。注水をしてエビを5匹入れました。あ、エアレーション。これでお魚をお迎えする準備をしたいと思います。どのくらい回せばいいかな。この水槽の経過はまた追って動画にしたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録やコメント等お待ちしております。それではまた。バイバイ。ちょっとね、これだけ気になるからトリミングしていい？初めてのトリミング。
チャキーン。あら、あ、ちょっと待って、予想と違うな。こいつか、こいつだ。初めてのトリミング2回目。チャキン。いい感じ。